とある固く閉ざされた狭い狭い筒の中、色とりどりのビーズと組み合わさる鏡、とある固く閉ざされた狭い狭い部屋の中、私に響くのは君の声、汗をかいたソーダ水照らされて、溶ける氷は規則に音を立てる、キラキラ、ここにいて、ここにいて、ここに、明日のことは知らない、君と私、狭い部屋、とある固く閉ざされた窓から差し込む日差し、唯一許された侵入者、当たり前の時間、当たり前に照らす、回り始めた筒の中、キラキラと本当と嘘が見え隠れ、君の強がりのその内側、確かな温度に触れ、時間は刹那に流れる、ここにいて、ここにいて、ここにいて、明日のことは君も知らない、ここにいて、ここにいて、はあ、ここにいて、明日のことは知らない、ただ二人ここにいる、とある固く閉ざした狭い狭い部屋の中、向けられた一筋の明かりを灯す闇は、私を揺らす狭い広い宇宙。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。
麦茶じゃないとダメなんで、時短時短ね。私活動を始めて、2年目なんですけど、最近ライブで初めて、お客さんにこれ歌ってってリクエストをしてもらって、で、それがもうだいぶ初めの頃に作った、もう今じゃ二軍落ちしてる曲だったんですよね。だからもう感覚って人それぞれで、なんか聞いてみないとわからないもんだなと思ったんですけど、その曲をしたいと思います。多分初めて作ったラブソングで、まあ香りがラブソング書いたらこうなりましたっていう曲なんですけど、タイトルが今日も一人ピアノを弾いている。背が高いのは嫌い、怖いから、大きな目は嫌い、怖いから、背は普通がいい、こういう顔で目は小さくて涼しそうな笑顔の好きなところ、窮屈そうな大きな背、私を見下ろす大きな目、嘘がつけない大きな声、浅い色の大きな目、君の声が私を引っ張る、触れるわけもなく私を連れてく、君の好きなところ火じゃないほどの武器よ、嘘みたいに子供で、君の声が私を引っ張る、触れるわけでもなく私を連れてく、もしも明日少し少しだけ長いのならば、君に会いたいって言おう、君の声を今思い出す、ここにいるみたいだ、
声がまっすぐなその君の声が迷いもせず今私を連れてく。ありがとうございます。あ、そうですよね。ローラでめっちゃ練習させてもらってました。それでは3曲目はカバーを1曲もうさっきそこでめっちゃ素敵に流れてまあ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 ね、あのまあキーも違うだろうということで「もう今は彼女はどこにもいない」「朝早く目覚ましが鳴って」もそういつも彼女と暮らしていたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕は、デイドリームでもそれは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても、あ、今は彼女写真の中で、優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は、デイドリームビリーバー、そんで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は、デイドリームビリーバー、そんで彼女はクイーン。ありがとうございます。それではちょっとこのあたりで揺さぶりをかけたいと思います。
多分初めましての方もいらっしゃると思いますので、自己紹介の曲をしたいと思います。はい、それでは、歌っていうか語りばっかりの曲なんですけど、私の半生を聞いてください。香りの瞑想、時々ストーカー。兵庫県のとある町、高校1年で初めて告白する、行き違いで同級生の男の子を1時間待たせる、スーパーのトイレの前、好きなんだけど付き合ってくれん、ごめん。その現場を知ってる彼女が今日はい、これ初めての失恋ですね。洗濯物を盗まれる、使い古したものから次々と取られる、深夜の窓の外には人の気配、ストーカーに会う。大学入学で神戸、排水口が詰まる、今から伺いますと水道屋さんが来る、その日から度重なる非通知着信、深夜のインターホン、ストーカーに会う。父親が出馬、県会議員に見事当選が同時期に祖母が他界、葬式後の会食でタイが運ばれてくる珍事、年下の彼氏ができる、好きだの嫌いだの散々振り回した挙句先輩に口説かれあっさり乗り換え、これを快速への乗り換えと呼ぶ。気の合う友達と音楽をすることになり、卒業後はフリーターへ。その女の子の部屋で曲作り、急にカオリンって可愛いよな迫られる、活動休止。あ、これ女の子ですよ。バイト先に同い年の女の子が入ってくる、意気投合しカオリンち泊まり行くわ、自宅で仲良く夕食迫られる。 笑っちまった自分で、くそ。就職する、予想外の病院勤務でまさかのナース服、引っ越しする、頻繁に男の人が訪ねてくる、ストーカーに会う、交番に相談に行った日からぱったり来なくなる、ガチでビビる。去年の話、一人で音楽を再開する、知り合ったミュージシャンに恋をするが、向こうに彼女ができ会えなく失恋、共通の行きつけの店でマスターに愚痴っていると、表現者同士はしんどいからやめときって、しかもあいつ稀に見るド変態ってガチの幼児趣味やで、事件です。仕事を辞めるとは言っても、同じ職場でパートに下げるって荒技、同僚からのブーイング、軽く無視される、朝家を出ようとすると鍵穴に鍵が刺さらないボンドを詰められる、さすがに警察に電話、到着した警官がイケメンでちょっと元気になる、今一番の楽しみは井村や八幡餅アイス、ちょっと前ドアの向こうに人の気配、なんかもういい加減腹が立ってきて、すごい形相でドア開ける、掃除のおばちゃん、どうもとか言ってるけど毎日楽しいよ。ありがとうございました。
実は1週間ぐらい前にですね、解決したばかりの事件がありまして、ちょっと今日は間に合わなくて加えられなかったんですけど、また次回しっかり加えて持ってきますんで、また来てくださいね。それではこんな曲の後ですが、真面目な曲を。引力。今ならできる気がするんだ、君が笑うから。今ならできる気がするんだ、君がそうして私に笑いかけるから。夢って言い方は嫌いだ、歌方のようで膨らんでは弾け消える、実体のない幻想みたいだから。思いがすれ違った時は不安になるよ、やっぱりダメだったんだとか間違いだったんだとか、でも行き着く先もいつも同じだ、君が好きだ。
歌を始めて1年ちょっと経つんですけど、ね、そう、久しぶりに会った友達とかにね、歌ってるって言ったら、すごいすごいみたいな感じすごいすごい みたいな感じで言ってくれるんですけど、ね、歌いの日曜なんて地味でね、本当に仕事行って帰ってきて練習して寝て、で仕事が休みの日は曲作って寝て、もう大して人にも会わず、ほんまに休みの日の外出がキリン堂にアイス買いに行っただけみたいな日も、結構ね、本当に でもね、そうプラスアルファなんかしようと思ったらね、結局一人ぼっちになるっていう そうなんですよね。でも騒然とできんしね、頑張ってるんですけど そんな風に家にこもって何をしてるのかというと、毎日こんなことをずっと考えてますよっていう曲をしたいと思います。深夜の雨音、心安らぎ、夜明けはまだ遠い。生まれた意味を探す君へ。愛されますように、明日のあなたに出会えますように。あなたが思うよりずっと強く、あの子はあなたが好き。進めましたか？あなたの無事を願っています。辛いことの少ないように、深い眠りに落ちますように。大きさではなく本当に明日が見えますように、あの人の心に留まれますように。大丈夫だと根拠はないけど、確信しています。今日の景色は鮮やかですか？あなたのことを考えています。辛いことの少ない、いつかの過ちを笑えますように。今日もここで
そうな日々を具体的に受けるように、いつかでなく明日報われますように、見つけられますように、明日へと向かうその理由を、あなたのことを考えています。優しいあの人に触れられますように、いつかの別れが背中を押しますように、深夜の雨音、心を安らぎ、夜明けは近いか、ありがとうございます。あれですね、やっぱり1年ぐらいじゃあそこできたらここ間違えてみたいな、ほんまね、うまくね、ほんまいやほんまにうまくいかないことも多いですねでもそんなね、音楽だけにね、感謝ことじゃないですけど、はい、今日すごい寒かったですね、ってか今も寒いですけど、はい、神戸でも雪がちょっとちらちらしてたりして、私出身が兵庫県の日本海側の田島地方っていうところなんですけど、おお、どなたがいらっしゃいますか。おお、あ、かすみかすみで、そこにいる女の子もかすみ、マジですか。いや、世間は狭い。すいません、出身校です。かすみ校。本当にもうね、世間って狭いですね。今日は降ってますね、きっと。霞の方も、いや、陽花もね、はい、多分スキー場もかなり嬉しい感じだと思うんですけど、あ、すごい、もう村岡の方なんてね、もうえらいことですよ、もう家にこもるしかないですよそうそう、で、まあ、この辺じゃ雪って珍しいですけど、やっぱり田島の方に行くと毎年雪に降られ、雪に悩まされ、子供の頃は嬉しいですけどね、はい、本当に雪のせいで1時間ぐらい早く起きて雪かきせな車が出せみたいな、よくある話で、本当はね30分ぐらいで終わるんですけど、何があるかわからんから1時間前に起きないとダメなんですよそうそうそう、まあ、そんな感じでね、雪が降って、てかこっちで雪を見るたびにやっぱり地元のことを思い出したりしてするんですけど、そんな曲を最後に聴いてください。そうそう、そうなんですよこの後もね、龍太郎さんが素敵な演奏をしてくださるのでお楽しみにはい、それでは聴いてください。私はあなたをこう呼びます。今日晴れたのは雲
来るの知ってですね、カメラは持たずにここへ来ました。あなたを切り取る覚悟ができたのです。思っていたより心は穏やかです。あなたもそのようですね。あなたは私をどう思ってるのでしょう。何にも言わずに見ていましたね。私のこれからも遠にしているのでしょう。と知ったつもりで言っています。この小さな都会で歌うこと、私の現実なのです。夢見がちだと思いでしょうか。でも私はもう少しだけ大人です。離れてから少し経ちますが、私を守る力に気づいてます。足かせか靴ひもか、結局私をここまで歩かせたのでしょう。こちらでも変わらないのは、みんなちゃんと生きていることです。すべて明るい歌を歌いたくて、いつも明日を見ていたいです。でもいつも足がすくむのです。君に本音を言うとき、わざと前を向くとき、つまずいて優しさに気づき、少し自信を持ったりするのです。あなたのことが浮かびます。ああそうしてまた明日のこと歌いたい。強すぎる汽車に揺れと、イントネーションの違う呼び方。車輪の岸元は強くなり、しかし窓の外は穏やかだ。次々と降りていく観光客、空席が目立つとともに、いつかの場面が私を揺らす。はっきりと思い出した、その時、終点であなたが待っているのです。滑らかに走る電車に揺られて戻ってきました。
私はあなたをこう呼びます。私のふるさと。ありがとうございました。短めのやつを、ちょっとね、あまりにも拙いんで多分やめときます。国内ですし、今の神戸に住んでますし、そうなんです、地元が一緒なんですけどね。はい、そうなんです。じゃあもう一曲失礼します。そうですね、ここボイスに来るといつも、ご飯をたらふく食べて帰るんですけど、はい、やっぱりカレーなんですけど、すっごいボリュームなんですよ。多分男の人でもうパンパンになるぐらい。だから誰かと一緒にちょっと分けて食べるんですけど、そんな、ボイスに来たらご飯を食べて帰ろうぜっていう曲を歌います。ご飯の歌。今日は期待してたけど君と顔を合わせた。今日も期待してたけど心があったかい。仲良しのあの子が本音を話してくれた。だから今日本当に仲良しになった。ご飯を食べよう、明日はきっと大丈夫。湯気の向こうに見えたのは明後日の夢。また今浮かんだ傷ついた君の顔。君は気づかれないように笑って隠した。
どれだけ時間がかかってもあの場所を取り戻す。そしてまたこの街で素敵な思い出作ろう。いつの日も信じてゆこう。乗り越えてゆこう。笑ってゆこう。歩いてゆこう。目が覚めて思った今日もまた同じ毎日の繰り返しの始まり。顔を洗って服を着替えてネクタイ締めて飛び出す。駅までの道走って同じ時刻同じ電車同じ車両に飛び乗る。目的の場所に着くまでは流れる景色を見つめているだけ。そんな時胸に響いた湧き上がるようなメロディー。言葉にできない思い涙が溢れていた。ああ動き出すこと駆け出す衝動。錆びついた心のどっかで湧き出した感じ。
ばんは。龍太郎フロム虹色ドーナツと申します。初めましての方もたくさん来ていただいているので、軽く自己紹介させていただきますと、普段はですね、虹色ドーナツというバンドでギターボーカルさせていただいてます。虹色ドーナツというようなですね、スキマスイッチのカバーバンドでして、はい、そこでスキマスイッチの曲をやっておりますが、今日も漏れることなくスキマスイッチの曲をやりたいなと思ってますので、はい、短い間ですがよろしくお願いします。で、あと9日ですか、もうね、僕の黒歴史とも言うべきバレンタインデーが近づくわけですが、もう本当にね、びっくりするぐらいモテない学生時代を過ごしまして、はい、この時期になるとね、いつもその告白しては振られ、告白しては振られっていう連戦連敗のことを思い出すんですが、スキマスイッチの曲でですね、そういう恋愛に関する曲がありまして、それを1曲目に歌いたいなと思います。聴いてください。愛、愛、どこで誰が想像したもんなんでしょうか。難解なんだね、感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ、飛ぶ鳥は大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんな。存在自体を消えちまえ、そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ、大鳥のど真ん中を歩けるような僕じゃないから。大抵が足元気にして生きてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しまえ、そう思ってどんくらい経つだろう。一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ、そう思ってどんくらい経つだろう。
最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体消してしまえ。来週はいつ会えるんだろう。僕らいつ会えるの。ありがとうございます。あの愛という曲でした。あのこれはね、ラブの愛ではなくて、実は藍色の愛というね、漢字一文字の曲なんですが、もしよかったらオリジナルも、あのスキマスイッチさんのねオリジナルも聴いてもらえたらなと思います。あの別にスキマスイッチの回しもんではないんですが、大ファンなのでいろんな方にね聴いてもらいたいなっていう思いで、あの歌ってます。はい。でまあ恋愛の成功率は散々でね、あの振られ続けた僕で、僕も、まあ、やがてね彼女ができまして、はい、付き合い始めるわけです。はい、ありがとうございます。付き合い始めたわけです。ただ付き合い始めのカップルっていうのはね、本当にあのその相手の方があの過去あのどういう恋愛をしてきたんだとか、そういうねしょうもない細かいことね、すみません、気になるのが、まあ、これ男の方が逆に気になるんですかね。あのそういうね、あの、まあ、ただ付き合い始めなので、あのあんまり深くは聞けない、そんなお得の気持ちを歌った曲もスキマスイッチさん歌ってます。はい。次は黄緑色の世界という曲です。今月になってもう何回目なんだろう、気にしないふりなんて限界なんだよ。黄緑のカーテン、コーヒーカップ、傘にサンダル、選んだのはきっと君じゃないそうだろう。時々探るように何気なく聞いても、そ知らぬ顔されるのはもう嫌なんだ。僕と出会う前にここでどんなやつと笑ってても、そう匂わせるのはなんだかが点がいかない。そろそろ思うことを言ったって僕らはもう壊れない、そう言い聞かせても、強気な言葉が見つからない。男は過去を探る生き物なんだとさ、そうだな、僕もまた探り続けてる。君と私は僕のそばにいる。未来もこのままきっと続くだろう。なのにただ一つだけつまらない過去だけがどうにもならないよ。もう辛いんだ。そうだ、何より嫌なのは君の思い出なること。言ってみれば僕は選ばれた人なんだから、今はとにかくできるだけ君のことを思えばいい。僕が輝くなら眩しくてあとは見えなくなる。そう言ってみたもののをまた気になり出してる。
ありがとうございます。黄緑色の世界でした。ちょっとすいませんね、あの有名曲あんまり持ち揃えてないので、マニアックなあのアルバム曲ばっかりになってますが、はい、これを機会にスキマスイッチの音源を聞いてもらえれば、はい、ファンを増やそうとしてます。はい、でまあそういうあのね過去を探りあのしてる男はやがて振られるわけですよ。あの愛想をつかされてね、はい、振られちゃうわけです。まあ、そんな振られて寂しい男の曲もスキマスイッチさん歌ってます。はい、次の曲はですね、どうですかね、単調といえば単調なので聴いてる人はひょっとしたら退屈かもしれないですけれども、歌ってる方はすごく気持ちがいい自己満足な曲でもあるんですが、これはバラード曲で、タイトルもズバリ寂しくとも明日を待つという、曲でございます。聴いてください。昨日に河原の石を投げ込む、ほったらかしの今日に波紋の輪響くように、ほら空からあまり
ありがとうございます。歌ってると気持ちいいんですけどね。はい、聞いてる方は退屈という、まあ、あんまり、はあ、そんなもんですよね。違うんですかね、音楽ってね。よくわからないですが、はい、どうしましょうかね。香織さんすごいいっぱいやられましたもんね、曲をね。いや、残念ながら僕本当に持ち曲すごい少なくて、持ち曲というか、まあ、カバーなんですけど、どうしましょうね。えあんまり、やる感じではなかったんですけど、どうしようかな、やっちゃおうかな、やっても大丈夫かな。ありがとうございます。自由だ。そうですね、はいはい、もう大丈夫です。僕にプライベートはないので大丈夫です。大丈夫です、何もないです。タックスフリーでございます、はい、ねえ、知らない曲ばっかりもなんなので、ご存知の曲なんかも、ご存知って言ってもスキマスイッチ時代がマイナーですのでね。いや、一応メジャーなんですけど、どんな曲あったっけって言われることがよくありますので、はい、そうですよね、やっぱりそうですよね。はい、じゃあそれいきましょうか。はい、それではやっとね、スキマスイッチ歌ってるんやこの人って思われる感じの曲を、はい、これで分かってもらえると思います。聴いてください、全力少年。ついて転んでたら置いてかれんだ、どの蜜の中を今日もよろめきながら進む、汚れちまった僕の世界、浮いた話した土台、染みついた孤独論議、拭えなくなっている、試されてまでもここにいることを決めたのに、呪文のように仕方ないとつぶやい、はい、知ってる人、積み上げたものぶっ壊して、身につけたものと笑って、止めとない血と汗で乾いたノーを潤せ、あの頃の僕らはきっと全力で少年だった、世界を開くのは誰だ、遊ぶことを忘れてたら置いてかれんだ、ここんとこは仕事を本気、笑えなくなっている、キャラクターの中に輝いてたものがいっぱいあったろう、大切なものを全て埋もれてしまう前に、遮るものはぶっ飛ばして、まとわりつくものを交わして、止めどない血と涙で乾いた心臓潤せ、あの頃の僕らはきっと全力で少年だった、怯えてたら何も生まれない、どんだけ惜しきに答えを見つけ出すのはもうやめた、濁った水も新しい光ですぐに澄み渡ってゆく、積み上げたものぶっ壊して、身につけたものと笑って、幾重に重なり合う描いた夢の放物線、紛れもなく僕らずっと全力で少年なんだ、世
界を開くのは僕だ。視界はもう澄み切ってる。ありがとうございます。全力少年でした。全力で歌っていただけましたか。ありがとうございます。はい、しまったな、ビールどっか置いてきたな俺。あ、ありますかね。 ありましたちょっと喉が渇いたので。あー、すいません、ありがとうございます、申し訳ないです。いやもうお客さんをこう黒子で使うなんてね。あ、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとねスキマスイッチばっかりで来たんで、もっと有名なミュージシャンのカバーをここで1曲、これまたバラードなんですが、もうね、あの僕本当に思うんですけど、名曲ってあのすごいあの簡易コードといいますかね、簡単なコードで出来上がりますよね本当に。まあ、この曲もその名曲の一つだと思うんですが、はい、あの世代的に若い方がいらっしゃるので知ってるかどうかは分かりませんが、あのイエローモンキーのジャムという曲を、はい、歌いたいと思います。はい、ジャムを塗って大
べようとするやつがいても過ちを犯す男の子涙結晶の女の子たとえ世界が終わろうとも二人の愛は変わらずに Say goodnight 数え切れぬ Say goodnight 夜は追放えて Goodnight 僕らは強く Goodnight 美しくあの偉い発明家も凶悪な犯罪者もみんな昔子供だってね外国で飛行機が落ちましたニュースキャスターは嬉しそうに乗客に日本人はいませんでしたいませんでしたいませんでした僕は何を思えばいいんだろう僕はなんて言えばいいんだろうこんな夜は会いたくて会いたくて会いたくて君に会いたくて君に会いたくてまた明日を待ってる ジャムでした。イエモン。はい。いやーもうね、ありがとうございます。本当に。もう久々のボイスさんでして、ね先ほど香織さんがね、歌い始めて1年半でしたっけ？ねえすごいですよね。僕2年半やってねえカバーばっかりやって、しかもねあんまり。ね、上手じゃない感じだとは思うんですけれどもはいはいありがとうございますもう味だけで勝負してるような男ではいまあそんな僕にもですね苦節2年半やっとオリジナル曲というものができましてはいライブという形でですねお客さんの前でやるのは初めてなんですけれどもはいそうなんですよでまあ、あんまりね曲をやる前にねその曲のバックボーン喋るのは良くないとは思うんですけれども実は昨年ですね5月の4日ゴールデンウィークど真ん中にですねまな娘が生まれましてありがとうございますはいそうなんですよはいもうねもうなんか明日の見えない部屋でねはい座ってるような人間やと思ってましたけどもね、はいありがとうございますでまあそのまあ先ほどね雪国の話出てましたけれどもうちの嫁さんがですねなんと霞なんかとは比べ物にならないぐらい雪が降る北海道は旭川出身でございましてたまたまねうちの嫁さんがですね関西の大学に来てましてその時にねちょうど僕知り合っその卒業後ですけどね知り合いましてはいそうですねはい五流大学ですけど僕はね嫁さん賢いですよ多分名前を聞けば誰もが知ってるような大学行ってたんですけれどもはいでまあねそんな娘がですねまあ里帰り出産でゴールデンウィークにはね向こうで生まれてしたんですけれどもね8月のお盆ぐらいに、まあ、神戸に戻ってきましてはいその間2ヶ月僕は寂しい覚えをしてたんですけれども生まれたての子だけないっていうはいはい
とよく言われるんですがね、遊ぶ術を知らない僕は、はい、もう途中で何ですかね、カメラのついてる、ど忘れした名前、なんかこう喋れるやつ何でしたっけ、スカイプを初めやってたんですけれども、もう途中であまりにも寂しくなって、もうスカイプやめとくわって嫁に言いまして、はい、もうそこからはね、もうひたすら帰ってくるのを今か今かと待ってたんですけれども、はい、でまあその娘をですね、長いな俺喋り、今年のね、あ、今年じゃ、去年の年末と今年の年始はいつも嫁さんの実家に帰る恒例の行事なんですけれども、はい、そうです。その時にですね、まあまあ実は嫁さんの親さんがですね、まあ、がんを患ってまして、余命宣告も一応受けてます。はい。で、そんな親さんとですね、生まれてきてね、まだよちよち歩きのうちの娘がですね、同じ空間でですよ、すごく楽しそうにね遊んでるのを見て、この曲が浮かんだんです。はい。まあ本当に曲作りとかしたことないもんで、で僕譜面も読めないんです。コード譜もコードどんなんとかって言いながらこうやるような感じなんですけど、僕の鼻歌をですね、嫁さんにコード拾っていただいて、拾ってもらって作った曲なので、穴だらけといえば穴だらけだと思うんですけども、込めた思いだけはね、まあ人一倍あるかなと思うんで、はい、その曲を最後に僕のステージは終わりたいと思います。長々とすいません。はい、タイトルは、外は君中は僕っていう曲なんですが、また終わってからこのタイトルの意味も興味のある方は聞いていただければと思います。はい、それでは聞いてください。外は君中は僕。雲一つない、さつき晴れの澄み切った空の下、地を踏みしめるように、これから君が歩んでく道のりは僕には全くわからないけど、わからならない、外は君中は僕。よかったらサビの部分簡単ですので一緒に歌ってもらえるとうちの若菜も喜ぶと思います。生まれてくる子もいれば去ってく者もいる、僕の声なんて君は忘れてしまうんだろうな、だけど君の心の奥底に僕はちゃんと生きてゆくから、わからならない、外は君中は僕。皆さんご一緒に、外は君、中は僕。ありがとうございます。いつまでもそばで見守ってるよ。
がとうございます。ゆうたろうフロム虹色ドーナツでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、奏でですかね。ギターがね、拙いもんですから。はい、やっと。本当ですか、奏で。いやー、どうやっさ、いけますかねこれ。いいんですかね。奏で、そうですね、あんだけスキマスイッチスキマスイッチ言うとってね、奏で歌わんってどういうことやねんっていうね、苦情が、はい、聞こえてきそうなので、それではもう一曲ね、せっかくですので、あの紙に書いてるもんで、あの譜面が落ちちゃうんですよね。よいしょ。さあ、声が出るのか。無理やり出しますけど。それでは、アンコールでありがとうございます。奏でを。輝きをくれたんだ。
抑えきれない想いをこの声に乗せて遠く君の街へ届けよう。例えばそれがこんな歌だったら僕らはどこにいたとしてもつながってゆける。ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。練習しときます。ありがとうございました。